オートヘイブンレッカーズアザロフの休憩所にてアーティストの新スキンでやっていこうと思います。なんかバイオハザードみたいな、なんかバイオロジカルみたいな感じの、スキンですね。これめちゃくちゃ良かったんで即買いしました。ちょチェックしてなかったんやけどさ。おお来た。でこういうところにこの距離を置いてカラス置く、時間差カラスで、ちょっと待ってくれ待ってくれそんなに不協和音するな。おい、そう、こんな感じでね、一発当てていくんすよ。これが嬉しい。まだ行くか。おるな。ロック入ってる。ちょっと待って。おい。オッケー。よし。これで殴れる。ロッカー入るとね、近くだと、普通に時間かかるからな、ロッカー出て入ったりするの。で、これで一発なんやけど。お二人直してるからな、あんま離れたくないが追うしかない。一人、あ違うわ、いたんでしょこっちか。まあでもいけそう。じゃあなちょいい肉壁入ってくんな。うーん、ここなあ、そっち行く。うまいな。窓の方投げて、よし、まあ、小屋行ったはしゃあないかな。オッケー。で、まあ、この人置いたよな。ここを逃げてくれたんやったら、でも、追う価値あるわ。なんか、このタリータのスキンさ、森の動物たちと仲良くなれそうなスキンしてるよな。自然を愛する者たちの民族のメイクみたいな。カラスと仲良くしてくれ。ああよかった、仲良くしてくれた。悶絶あってくれ。ないねよな。そう、ここでここが悶絶じゃないんすよ。そううまくいかんのが人生。エイリアンの炎反応しない。なぜなら全員元気だから。なんでや、もうちょっと健康を害してくれ。塩分ギトギトのハンバーガーとか食べろ。ちょっと交代させて、これと回し切りたいでしょう、生存者的には。ここも回しとったんよな。そう、この2つ蹴って戻ってきてたな今。当たらん、当たらんか。よ、無慈悲の極致が何気に効いてんすよ。そう、一発殴れるこれは。うん、あ無理か、いけるわ、一発は殴れる。で無慈悲の極致が効くとは思わなかったの前で、これ、よし。ああ、当たらんのか、今の。ほう、魂の平穏。うわ、魂の平穏つけてるってことは、あの人ディストーションつけてそうやな。あの人2回目行くか。ちょっと2人目、2釣りの人作りたい。うい。入った、あ、まだ行ってない、見えない。あ違うか、ちょっと見えないわ。この板、岩がでけえ、壊す。視線完全に切れるねこの岩、でかくて。 よしよし、デッドハードも出して、まあ治るよな。でもなあそこ直りきらんとってほしかったけど、まあこれはしゃあないです。そう、時間かかってもうたし。んでここで、はい、悶絶やっと入った。で怪我人は、おったおった、はいはい。んー、ちょっとずれたけど、なんか知らんけど奥に当たって、のあそこ不協和音でここ一人やから救助行ってないわ。こっちど、うん、そっちに当たんねよなあ、これ殴れんじゃん、間に合うっしょ。あ、やった、距離感見誤ってくれてて、いいよ。でこの人も、この人も一発殴れそう、良いです。 OK、 よっしゃ。板倒しとミスった、わかんない。板倒しと治療って一緒なんやったっけ。そうやんな、板倒そうと思って治療したんかな。悶絶入れよう。で悶絶入れたらここの手前に入るっしょ。よしよし、
まだこっち3つ残ってるぞ。あれあれ丘の上かな、当たらんのかなこの高低差、この時間差アタックどう。ああそもそもずれてた。これエイム意外とむずいよね。しっかり同じとこ狙おうと思ったらこれ6やんな、そやんな。よしよし。見えとるのよカラスついてたらさすがに。よしそれやって、んでなんかライト来てたからロッカーキャッチに対してはライトは効かないっす。ロッカーキャッチ後にあのライト当てるやつなんか判定が鈍くなったんやったっけ、なんかあったよね。そうわざとロッカー入ってキャッチさせるみたいなやられたことあったからな昔で。ちょっとえいオッケーオッケーオッケー。で奥行きはる、これ上当たらんねんな。そうやねんな、他登るように打てば当たんねんけど打てない。倒して OK。 ここでカラス置いて離れて間に合わなくてドン。よし端っこ追い詰めたらさすがに終わるな。あーもう怪我人いなくなったけど、あせや門前使っちゃったんや、サクッと釣っちゃったから。はい、あそこと見たやってるのどう。いやよねー、回したいよねそこ。あれなんか離れてなくない。あよけた、ちょ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 、あれ回し切ろうとしてるやろ。ちょもう回んのかそこ、やめろ。あくそ回し切られた、回し切られたけどさすがに虫の息やぞそれは。よしんで釣るやろ、で救助入るやろ。もう絶あるんやっけこの辺あるわ。この人は初釣りやった気がする。おここに入るいいやん。ここまで3人状態でここまで来てたら言うていけんじゃないか。はいポン置いて、んで距離離してもう一個置いて救われた瞬間にベベンって当たらんかな。へいまあ無理か、動くもんな救助した後はな。発電機の時はね動かないけどさ、出発。でも一人が向こうに逃げてたっぽいからまあ追っていいよな。ここいた残ってるね。ああ当たらんか。うん、避けてる。えよし、まあ普通にフェイントで決めた。カラス当てんのなかなか、カラスから逃げんのみんなうまいよなほんま。えいオッケー半分切った。でこの人も釣るとこれでエイリアンの本能でローリーが見つかるはず。ああ今日のエイリアンの本能はちゃんと結構反応してくれてる。ディストーションとかつけてなさそうやな。一応ちょっと勢力争い警戒します僕は。まあないと思うけどね。勢力争い警戒で板は通らない。おいおい、うん避けられたな。おなんかなんか仲良くしけ込んでんぞあの裏に。おいオッケー二人とも当たった、いいよ。あでもこれ痛いかれんな。倒してる。よし。からの今から外すんであればこれいけんちゃうか。あーちょっと左がっつりいったな今のは。狙いが良くなかった。はい倒してる。よしでここで野鳥の会。あーちょっと遅かった今のは。私が悪うございます。もう一回もう一回もう一回、もうワンチャンスください。こうで、はい、そう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 、一回待つんよなみんなな。それはさすがにかからん。一回クイッと戻ってくんだよね大体。 そこをちょっと待ってから打つのがポイント。端っこの板グレやったらもうはめれるね。
で、おお、なんか来てる。あ、これ気づいてないんちゃう？よしよしよし。相手無感覚になってるはずやからね。心音聞こえてないよ、多分。なんかね、怪我人がわざわざ突っ込んできてたから、ちょっと DS 警戒するわ。これね、DS あるような気がすんねよ。怪我人の状態でさ、来るかな、救助。あ、無感覚やから、心音聞こえずに来たっていう可能性はあるか。まあまあ、待ちましょう。俺はね、確実に戦うのが吉。おい、おい、キャンプでもうあの人落としちゃって、落とした状態だったら残り2人であればね、 DS かまされてもまあ残り発電機2台あるし、最悪1台回されるぐらいで追い切れるとは思うから。おい、てか60秒経ったかな。もういいっすか。でーん、でこの人も終わりやね。終わり終わり。さあ、ネアとのゲート合戦。適当に打ったら当たらんかな、これ。ハッチここです。ハッチドットエクゼドン。あ、来た。おお。最近ハッチドットエクゼのね、調子が悪かったんですけど、今日は聞いたみたいです。久しぶりに聞いてくれた。さあ。まあまあ距離離れてるけど、アーティストはゲート戦まあまあ強いはず。これカラスやのにさ、なんで皇帝さん無視してこう敵追尾してくれへんのかな。それぐらいしてくれてもいいのに。とりあえずこれ行ってんのか。ちゃんとまっすぐ狙ってると思ってんねんけどな。なんかさ、遠いと思ったとこ行かなくないっすか、このハトくん。あ、カラスくん、こう行くじゃん。でこう行くじゃん。なんか行かないような気がすんねんな、これ。うん、行かないんだよな。なんかずれてる気すんねんな。あ、おった。いいかよっ。な、降りてる。で、玉兵兄貴やんな、これ。で、今日ね、メメント持ってきたから、よっ、時間内に倒してメメントは決めたいよな。余計なことせんと普通に殴りに行くか。うわー、ハット。ここ、いやー、待ってる、えら。よし。今のうまかったな。よし。じゃあ、行きます。新スキンでのメメント。アーティストのメメント、そもそもかっこいいんよな。あ、いい。おい。最後嫌そうなんもいいよな、これ。かっこいいわ。新スキン買いですよ、これ。ただのスキン宣伝動画みたいになったけど、無慈悲の極地がちょっとだけ聞いたから嬉しかった。名前戻ったんもう嬉しいな。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。